それではさあ語りましょうか、ナンバーセブン。未来も階段上に伝わる鍵、非現実に混ざる甘い果実、ハイハイ再三円で聞かせたって四白までもできちゃいないな。所詮はワンス話、妄想の権限、一風空天空ごと朝日の晩露化粧の若さの誰かが見るせんのつなぎ、7つの手が全部未完成だから赤いてるんだ。あまねく言葉やイバブにかざして笑う嘘の仮面をかぶって、誰かのために傷ついた罪と罰のその狭間、誰もいないあの場所にはきっといるんだ。さあ語りましょうか、ナンバーセブン。その答えなら丈夫